先ほど気象庁は台風12号の中心が石垣島付近を通過したと発表しました。こちら12時20分現在の台風12号の雨雲の様子になります。こちらが石垣島になります。石垣島は今台風の目の中に入っているといった状況です。このため気象庁は台風12号の中心が今日の12時ごろに沖縄県石垣島付近を通過したと発表しました。では風の状況を確認しましょう。12時過ぎの、アメダスによる、風の、状況になります。こちらが石垣島になります。石垣島よりも、さらに台風の中心から離れた、こちら与那国島や下地島などの方が風が強いという形になっています。そして石垣島の周辺の風を見ますとこういう形で吹いていることがわかるかと思います。こういった風の状況、さらにですねこちら気象庁の気圧を表した状況になりますけども、午前中ずっと気圧が下がり、12時ぐらいに気圧の底を打ったという形になりました。こういった状況から12時ごろに石垣島付近を通過したと発表した模様です。では今後の雨の予想になります。こちら見ていただきますと石垣島がこちらに当たりますね。今夜また再び激しい雨、そして暴風に見舞われることがわかります。そしてこういった激しい雨は今夜そして明日の朝にかけても継続するという形になってきそうです。石垣島周辺では一旦雨風が穏やかになったとしても再び急激に雨風が強まり明日の朝にかけて続く恐れがあります。十分に警戒を続けてください。詳しい台風情報などはウェザーニュースアプリでご確認ください。